ょっと怪物さんに、はい、説得していいですか、ね、ちょっとあのなんか、まあ、どうしても振りたいな、武器いいですけど、いやすごい YouTuber 魂やな、いや、じゃあちょっと僕あのもう YouTuber としてやっていくわ。ダイスロールするで、はい、めちゃいや、ロールが楽しみすぎてやばい、あー4失敗したちょっとあの、結果だけ言ってみる、ああ説得をしようと怪物に近づき、何かをわめき散らしたコネであったが、怪物の劇に触れたのであろうか、小疲れてしまい体力マイナス1、たぶんうるせえってやられたよな、マイナス1か、優しいな、いて見ました、皆さんこれ障害ですよ、怪物相手に見ました、でも僕もう話しかけるのやめます、またゾウムーンさん取っときますね、あ、コロさん、コロさん、はい、今こそそのドリンクの出番じゃないですか、あのさすがにドリンク飲むの早いと思うんですよ、小疲れただけなんで、そうっすか、まだ早いと思うんですよ、まあ、そんな痛くなかったし、うん、ああよかったよかったよかった、ちょっと痛かっただけなんで、うん、ショーピー君、はい、まだかわいそうっすか、いや、もう2ターン経ったのでね、ようやく終わりましたよ、あ、終わり、よしよしよし、よし、ハッキング成功したね、やったー、よし、逃げるぞ、ごめん、ヒフ君持ってきますわ、逃げるぞはいいですけど、コネがターン終了して移動できないので、他者依存のあなたたちはその場にとどまって一緒に移動しないといけないので、じゃあゾムさん感想をお願いします、あ、はい、はい、チョスあいつら何してんの、はい、ロボさんのターンです、じゃあ僕は爆弾から離れて起爆します。ああ、その離れるのはどうします？隠れますか？堂々としますか？隠れます。じゃあ、そうです、停電中なんで、インピポ成果が手5でどうぞ。ふーん !4! 成功。はい、まあ、隠れて離れることに成功しました。まあ、起爆はまた次のターンで。そうですね。さて、次のターン、怪物のターンです。はい、怪物はとうとう襲いかかってきました。怪物はコネシマに対して攻撃を行います、じゃあちょっとロール封じしますね、怖っ、ちっちゃい、ちっちゃい、ダメ、ちっちゃい、ダメ、 1D100 やったら重いで、終わってる、あ、成功した、コネシマの体力が1吸収されました、キャー8か、え、ちょ、マジ、え、ちょ、マジ、ちょっとこの怪物攻撃してきてんだけど、マジ、ちょ、大丈夫ですか、ちょ、マジこれ、ちょ、マジこれ、皆さん見てます、この状況見てます、正義の映像ですよ、まだ余裕あるな、あいつ余裕あるな、まだ体力勝ちやから、まだ体力勝ちやから、いや、コネ太郎さん、そのこと言ってる場合じゃいます、でも逃げましょう、こっから逃げましょう、ではまあ、逃げるならね、ほら、インピ振らないと、なんで、インピ振らないと、あ、逃げるって、あの怪物から逃げるって言われて、この場所から、あ、でもそうか、ロボロがおること知らへんのか、そうやな、一匹やな、うん、いや、なんかそもそもその場にいるってことは怪物もいるから逃げるってことは一匹かっていう、ロールが巻かないとずっと追いかけてくるんで、そうやな、ね、ここ成功してないとな、ダイスロール失敗したわ、うん、ダイスロール、いや、もうこれ島さんが失敗したしんで、ね、他者以上の方々は逃げられへん、二人で成功しないと動きませんよ、大丈夫か、シンプル、すいません、すいません、俺はお前を見捨てない、一緒に出よう、すいません、すいません、足引っ張ってる YouTuber、すいません、バリバリ戦闘処理入ってるもんな、はい、ルポーさんのターンです、起爆します、で、まあ爆発しますね、あー、爆発、え、で、どうなの、まあ、ちょっと待ってくださいね、え、これもしかして巻き込まれてない？ 2 人、いや、1メーターやんな、だって近いよね、これちょっとこれ、吹っ飛んでないで、爆発の影響、効果範囲がどんなもんか知らんの、コイルから1メーター完全破壊やから、ん、ちょっとコイルから1メーター完全破壊、俺は爆弾から1メーターなんで、まあちょっと爆風の煽りを着てるでしょうけど、まあそんなことよりもね、ちょっとしたことがあるんですよ、ちゃったな、ロボロが装置を爆破すると同時に全体そのものが切り溶かした、え、全員が気に飲まれ異空間の奥底へと吸い込まれていったのである、何、外部から急激な圧が加わり破壊される直前に超える過電流が限界を突破、結果時空を構成する紐と共鳴を起こし全体ものとも一同は
因果地平向けで収束していった。はい、バッドエンドです。いや想像通りよ。いや素晴らしい。あら、そりゃね、元の世界に戻らんとバカなんてしたらね、そりゃそうでしょう。いやー、こさおですわ。いや違うんすよ、絶対異世界なんで元の世界に戻ったら爆破しないでしょ。あと考えて。いや違うよロボロ。いやでも俺は正直俺好みやから別に問題ない。でもまあまあバッドエンドだけど、まあ面白いからいいんじゃない。そうですね、各々プレイヤー1から順番に目的とか言っていきます。中毒か、うん、じゃあ富田林の裏設定は所属組織もちろんなし、はい、で3つ目が、1年前の妨害犯人を特定して殺すこと。うん、うーん、あ、それがこの中の参加者の誰かだったってことね。ううこと、なるほどね。え、じゃあ1から順だからウッチ先生。俺はね、所属組織なしの目的は金づるの発見。ああ、じゃあもう、なるほどね、じゃあもうあれなんだ、いやあれなんだ、もうじゃあエミさんと話ついた時点でもうほぼ終わりやったんや。あ、でもさ、じゃあ無事に終わるかなと思ったら、俺は看板の芋虫で縛られた状態で爆発して死んだから。まあそういうことやな。え、じゃあプレイヤー3、ゾウムーか。え、あ、ロボーローか。あ、俺か。これは法務省公安調査庁調査第3部に所属する。ああ、爆破、ああ、じゃあ、クラレルフィア止めに来た側か。そうそう、で、どっちかというと、今回は爆破が目的で。うん。全然タイミングしくったんやな。はい、いや、マジでおもろいわ。いや、でも、密命的な意味合いで考えたら、ロボロが一番勝っちゃうね。密命は成功してるんですよ。まあ、成功してる。それは成功してる。破壊するためだけ。だから、自分の命に落とすっていう。だから、自分の命引き換えに組織の密命を果たしたという。爆ね、伝説のとこになったわけやな。ちなみに、多分、前回の実験の失敗、多分これ俺もやってんのかな。そうですね、ロボさんも関わってます。俺も関わってます。だから、例の。え、だから俺はある意味と初段してるから、ある意味半分成功やん。だから半分成功してビッグフレームから。え、でもそでも法務庁公安調査庁調査第3部のロボラ殺したけどってことか。いや、ちゃ三つ目の目的が特定やから、そもそもロボロを特定しなかん、まず。ああ、じゃあまあ特定できてないか。そうか、そうそうそう、バレてない。半分成功みたいなもん、うん、じゃあゾームーは、俺は、なんかね、マジョリティ。あ、13でしょ。うん、13に所属してて、うん、で、なんかあの装置をハックして、情報を組織へ送信すること。うん。が目的やった。エミさんは？俺は、普通に政治家なんやけど、三つ目が、与党とドクター・クラレイの関係を証明すること。あー、巨悪を暴くとかそういうことね。巨悪を暴く。スキャンダルだね。そういうこと。まあ俺はね、俺は実はゾムと同じ組織で。え、そうなの？ああ、ただし お互い同じ組織だと知らないという設定なので、あれなんだけど、俺も実はマジョリティ13なんだよ。へぇ。で、ああ、お前のところに書いてない、もしかしてそれ。実はシナリオにね、ゾムさんだけそれを書かれてなかったんですよ。あ、ってことは俺だけが知ってる体やったよ。一方的に知ってたんですよ、なぜか。あ、なるほどね。で、確かに俺のところの裏設定にマジョリティ13所属を示すものを提示してお互い気づき合って共同作戦もできるというふうに書かれてあって、ただはい、ただそんなことせずとも結果的に共同作戦やってたのよ。魂で繋がってる。結果的に共同作戦もやってたので。やってたね。だからまあもうこのまま行けばいいかと思ってた。で、俺の3つ目は、装置の情報を入手、組織に送信。だから、あんなに動画撮りたかったのは、撮りたかったのは、もう、撮った動画を、撮った録画ファイルもそのまま、組織にパーンと送信すれば終わりやなと思ってたから。まあ、ただ、送信できる場所どこなんやろうと思って、GM にそっと、これ、送信ってどうやってやるのって言ったら、生き残ったら行きますって言われて、あ、じゃあもう俺、このまま生き残るだけなんやと思ってたら、爆発死んだ。みんなあとちょっとやってんの、ね、みんなあとやな、うん、だってゾウはもうハッキングできてるんだもんね。そうですね、ハッキング終わったので、もうそれはプレシマさんのデータと一緒に送るだけで終わる。そうやな、俺の録画ファイルと一緒に持ち帰って終わるやもんな。ああほんと、あ、みんな惜しいとこも行ったんだね。惜しかったな、惜しかったな。ロボロだけやのに成功してるの、うん、ロボロだけロボが成功したんやな。爆発するという見つめだもんな、ま、死ぬとは思ってなかったんご。では最後に化け物さんのねステータスを言ってあげると、うん、うん、実は体力が10以上あるプレイヤーは襲われないんですよ。あ、だからずっと殺されてたんだ。なるほどね。あ、でも待ってよ。
あ、俺減ってたわ、うん、最後に小遣いで1減ったのでそこから襲われ出したんですけど、あ、でも俺ヒロポンあったから5まで行ったらもう回復したろと思ってたから、だからまあ大体化け物に殺されることはなかったんですよ普通。優しいな、そういうことやな、優しい化け物やな。攻撃対象がいなかったら1回攻撃されたら退散するっていうもう臆病もんなんですよね。え、あ、じゃあやってたらよかったんや普通に。そうですよ、だからロボロさんが縛られて放置されてたせいで何も進まんかったけど。ああ。確かにさ、みんなあれも攻撃するっていうのを言わんかったもんな。あ、なんだあの化け物楽勝だったんだ本当は。そうだね、バンバンでどうにかできましたよ多分。知らんかったらな、知らんかったからこそやな。全然みんな体力減らへんし、うつ先生安全圏でどんどん血流していくし。いやほんまに俺だ、俺最も HP 減っとったで。でも安全なところから襲われへんし。立命関係なくとりあえず全員殺す気いったからな。あ、殺したかったな先生のゼミさん。ということで。我々式 TRPG クラレルフィア装置を終え、最終回までご視聴いただき誠にありがとうございました。ここでは本シリーズの裏話が載っている我々でマガジンの中身を少しだけ紹介したいと思います。まずは TRPG その時歴史が動いた、プレイヤー6名に加え GM も含めた7名の裏話が収録されております。動画内では紹介しきれなかった秘密通信やプレイヤーの思惑など、これを読むことでより一層クラレルフィアシリーズを楽しんでいただけるかと思います。次に TRPG 構想上の裏話、シナリオ・ゲームシステムを担当してくださった岡山工場様がシナリオ完成までの裏話を教えてくださいます。動画だけでは伝えきれなかったシナリオの世界観やゲームの構造を隅々まで堪能できるので、ぜひご一読ください。最後に合法昔話の裏話、クラレ先生が読み聞かせてくれるディープでダークな昔話を先生ご本人がより深いところまで解説してくださっております。動画だけでは理解できなかったあのネタもこれで理解できるかもしれません。内容が気になった方はドワンゴ JP ストアよりお買い求めください。以上宣伝でした。